瀬くん。お待たせ。エスリーダボベスポーカー。すげえ、マジで街行く人が振り返る。気にしても仕方ないわ、美人の宿命だもの。そういう時はどうするんだ。ひたすらロシア語でまくし立てるだけよ。たちの悪いナンパに引っかかってなくて何よりだなって。独占欲、まるで彼氏面ね。デートの最中は少なからず彼氏面したくなっちゃうものなんだよ。ピアルブイ、俺とのデートはこれが初めてかな。マスターで一応俺の誕生日を記念して乾杯。乾杯。美味しいなこれ。そうね。あら、何恥ずかしがってるの。かわいい。こいつとうとう日本語で言い始めたぞ。Ay, el amor. すんげー調子乗ってんな、こいつ。前回それでスプーン使えなくなったの忘れたのか。動揺しないだと。それじゃあ、プレゼントね。はい、どうぞ。おー、なんかすごくセンスがいいマグカップだな。それこそ恋人同士がペアで買うもんじゃなかろうか、と。もちろんペアで買ってるわよ。私の分はもう家で使ってるわ。行ったらどうする。¿Qué jugada fue esa? 今日は全然勝てる気がしない。Al día siguiente. ありがとうございました、先生。あ、グゼク。おーの奇跡。やめんかい。クペオクペオ。あなたか、グゼク。あ、はい、はじめまして。はじめまして、アリサの母の九条明美です。はい、ケミホータ、え、ケミホータ。お嬢さん、わしの孫にならんか。え、どうかね、うちのマサシカの嫁になる気は。マジで黙れー。